たまに頭ん中で手汗でもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロ。気を見せてみろ。行くぞ、ピッコロ。この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまんだから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。
次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。嵐の予感、強襲サイヤ人。お父さん、そろそろ家へ帰らないとお母さんに怒られちゃうよ。悪いなごはん、ちょっと頭の中で強いやつと戦ってて。よ、強い。あ、ピッカロ、ずっと目は生まれ変わった。つんぼくでも、あーそういや、確か、あーそう、うん、張り切って。張り切りすぎて転ぶんじゃねえぞ。オーガンのやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。お父さん、ここだよ。お、リンゴの木見つけたみてえだな。もう一つくれ、僕に任せろ。楽しそうだな、ごはん。おいおい、あんまり遠くに行くなよ。見つけんのうめえな。よし、こんなもんかな。リンゴはよく見つけん。そうか、うん。まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないでね。わかった、ちゃんとついてくんだぞご飯。父に怒られちまうから寄り道しねえで早く切らねえとな。はぐれちまったんか。ご飯のやつどこ行っちまったんだ。決まったんか。
うしたご飯。僕疲れるんだし。言った。うわあ、社会的。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。ね、僕偉い学者さんになりたい。おめえ変わってんな。勉強教えんのは無理だけど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ着ててやっかな。僕戦うのやっぱり怖いよ。そういやおめえ釣りは初めてだったな。そうだよ。よし、ここな。でも、おう、ま、ブルマじゃ。じゃ、お魚。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。よし。父の用事済まさねえとな。よし。おめえも来て。そういえばお父さんが釣り、捕まってんだぞ。うわ、恐竜さんだ。バイバイ。オラがガキの頃からずっと乗ってんだ。
とうございます。今日はこれそうもういい。ほら、それじゃあ取ってきてもらった材料で弁当作るだよ。こいつはクリリン、あん時どうする？そうなんだ。よーし、サンキュー、次男。それじゃ父、じっちゃんのとこ行ってくる。悟空さ、ちょっと待つだ。忘れちまっただ。この世には七つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝がある。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラ。ねえお父さん、無天老師様ってどの人？見た目はヨボヨボのじっちゃんだけど。めっちゃくちゃ強いんだ。へえ。まあちょっとエッチなんが玉に傷だけんど、オラの一番の親友でライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん、オラの知ってるやつの中ではかなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもな。そう、悟空。あら、オラの子、悟空の子。こんにちは。孫悟飯。ああ、悟空、それそっか。おい、おお、何もよく返すこと。よし、修行。はい。うん、こりゃ。おう、オス、なんじゃ。しょう、ああ。さあ、なに。
どう？はっは。うん。ちょっと腹減ってきちまったな。役に立てたみてえだな。なあ、よし。え？こいつは。あ、それじゃ。なあ、かなりの力持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てってやろうとすると怒るんだ。あ、お父さん、あれなんだろう。ああ、なんだろうな。とてつもないパワーを感じる。何者か知らんが、言ってみんか。せい！孫悟空とも違う。こう、手ごわそう。すぐに片付けてやる。トッツトッツセーフ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 その程度だったか。孫悟空でないとしたら、一体。ほう、手ごわそうな奴がいるな。もう少し探ってみるか。
し何もかかるでは、うん、で少しは楽しませてくれるんだろうな。何だこいつのパワーは。くだらん技だな。ズワリ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 そんなこんもうこん一体どこへ向かうつもりだ。しつかく今なきすまれそいつわれこの際おいここはおいほらわくのこついそこそお前ねえよしそれ以上ちゅうな、なんなんだこいつはどうしたおじけついたおめえなんか兄ちゃんでもなんでもねえなんか帰れ帰れ思い出せカカロット。アイアンの誇りよ。ところで貴様、尻尾はどうしたんだ。ちょっと目に消えてなくなった。ということだ。愚か者め。よっ、じゃん、けん、スプーン。その程度の力じゃ、息子は守れんぞ。何？預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供を返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。帽子のてっぺんの飾りドラゴンボールだったわね。よし行くぞ。一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。
よしね。え、サンキュー。おい、あ、ヒント。地上最強コンビ、囚われのご飯を救え。ご飯、無事で行ってくれ。急げ孫悟空、グズグズするな。あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか。あ、全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。でっけえ橋だな。あいつの弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば息が抜けてしまうはずだ。オーラがそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。近いぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。ん？何？はぎきちやがった。貴様、ほら、いやー、ソニーのほど知らずとは。よっ、勝負ってな、ただ強きゃいいってもんじゃねえさ。こっちには作戦なんだよ。ほいね。うん？スピードだ。よっ、よっ、はっ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の
だけだと？どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていた。やれる強みはねえさ。戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。そこつかんだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしく このお力引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出るや！
ぞ。そら、もっと苦しめ。次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。バカのこのそいでかそいちこい、のそうか、ごく、ま、そうか、貴様らだがこのご飯とかいうガキは一年その孫悟その頃、地球よりはるか彼方の宇宙のある星で、ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い、永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。というわけで、どうか。あじゃあ、はい、よかろう。ただえ、ところが、こぼれ、あの、ワクチンだの、よし、よし、やっぱ、さいまん。うん、正解だ。ここ、よし。正解。当然だな。わしな、よし。その通り、正解。うまい。
いや、まあ、まあ、え、今わし、お前、お前、かい、お前、さすでは。いい加減に目を覚ませ、孫悟空の息子よ。誰なの？いいか、俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、1年後にやつよりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺とやつだけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。サバイバル特訓開始。そんな僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。分かったな。修行って何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。